こんにちは、肉です。今回は、ケプラのましろちゃんと、イッチのメンバーの、もう、すごく素敵なお話をさせていただこうかなっていうふうに思います。 で、まず、今回の発端はですね、イッチのユナちゃんの V ライブで、ファンにもわかる形で明らかになったんですけど、ましろおんににめちゃめちゃ感動したことがあって、みたいな感じでユナちゃんが V ライブしてて、イッチのロコの活動の時に、えっと、M ネットでましろちゃんと活動がね、重なった時に、久しぶりに会ったっていうふうに言ってたんですね。で、その時にユナちゃんがなんか、オンに元気出して、みたいな、うまくやってるよ、みたいな感じで言ったら、えっと、ましろちゃんもイッチのね、曲、本当によく聴いてるよ、みたいな感じで言ってたらしいんですよ。 でまたマシロちゃんとイッチがあった時にイッチのみんなになんとビーズの指輪をわざわざ。 えっと、ましろちゃんが全部手作りして作ってきてプレゼントしたらしいんですね。で、それに本当に感動したみたいな感じで、えっと、ゆなちゃんは言ってて、で、それがどんなね、指輪かって言いますと、ましろちゃんがね、つけてた画像があるので、はい、見せるんですけど、こんな感じになります。で、この、ちょっと黄色っていうのかな透明の黄色の指輪が、はい、プレゼントしたものなんですけど、これがガルプラの最終決定前のあの、y o u t u b e l a の時ですね、猫耳つけたり、私も見たんですけど、めちゃめちゃね、みんな可愛かったし、もうすぐで決まるっていう、まあちょっとドキドキ 気する中でなんかみんなでワチャワチャしてすごくみんなね可愛かったんですけどこのねマシロちゃんがつけてる指輪がなんといっちもねちゃんとつけてるのが確認されました ということでですね。はい。ちょっとその写真を見せようと思うんですけど、それがこちらになります。はい。ちょっと今、確認されていたのが、イッチのリジンちゃんと、ユナちゃんと、チェリョンちゃんがね、確認されてるんですけど、もうすごいなんかいいなーっていう風に思うし、やっぱりその活動の時ってなかなかアクセサリーとかも自分で選ぶことができないのかなって私は思ってたんですよ。全部をその、もう衣装にするみたいな感じだと思ってたんですけど、なんかこうやって見たら、衣装の中にこういう風に、 なんか自分の私物をつけてもいいんだなっていうのが分かりましてなんかちょっとそこはねびっくりしたんですけどこれがなんかめっちゃねなんかもうアピールってするわけでもなくって本当になんかそのお互いの絆みたいなものが感じられてすごく素敵だなっていうふうに思ったし大切にねお互いし合ってたんだろうなっていうのを感じましたでこれでねすごいなって思うところがましろちゃんが指輪を渡した時ってまだガルプラがね終わってない時だったんですよなのでちょっとメンバーが決まってない時ってもう自分のことでめちゃめちゃ 精一杯だろうしなんかまあ、指輪作る時間でさえ寝たいかもしれないっていう時にこうやって人のことを考えて本当にイッチの活動がうまくいきますようにっていう感じでこうやって作ってるっていうところが素敵だなっていう風に思うし一ッも一ッでガルプラ中に自分からねマシロちゃんを応援することがなかったっていうのがすごく良かったんじゃないかなっていう風に思ってそれがやっぱりマシロちゃんのことを考えてるっていう風に思うんですねオーディション中に自分のねなんか知り合いとか友達とか、まあ、応援したくなるのもすごくわかるし すするのも私悪いいこととでではないと思うんですよだけどそんな中で必ずしもプラスがあるわけではないっていうところでイッチのメンバーがファンに聞かれたら答えるみたいな感じでしかもそれもサイン会だったりして公の場で語ってるっていうわけではなかったのでそこがねすごくイッチのメンバーもシロ、ま、ちゃんに気を使ってたんだなっていう本当に頑張ってほしかったんだなっていうのが分かってでシロ、ま、ちゃんも自分の手で掴んだデビューだったのでそれで本当に嬉しいだろうしこれからイッチともねすごい合う場って多くなっていくと思いますので 本当に楽しみにしたいですしまあ、個人的にはね、マシロちゃんとイッチのワダダが見たいなと思いますね毎日すごいいろんなワダダ上がってるんですけどマシロちゃんとあのアイザン出身のチェオンちゃんの わだだが流れたり昨日がひえちゃんとお兄ちゃんのひゅ会さんのあの二人のわだだが上がってたりしたんでまし、あ、ろちゃんといッチのわだだもいつか見れたらいいなって思いながらはい待ちたいと思いますはいそんな感じで皆さんはねこのエピソードどう思ったでしょうかこのエピソードはね知ってる方も結構いたんじゃないかなと思うんですけどこのつけたところをね見たっていうのが私も本当に良かったなっていう,ふうに思いましたのではいちょっとこういうね心温まるエピソードとかまた見つけ次第ね色々いろいろお話ししていこうかなって思いますしケプラーについても色い々ろいろ取り上げていきますのでこれからも見てくだ そんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれでは